どうも、西野ひかるです。今からノーマルガチャを連続で、50回引いて、レアとSレア狙っていきたいと思います。いきます。1回目、ノーマルか。でんでん、お、レベルアップ。よしよし、いいね、いいね、いいね。おー、レベル8か。結構高なってたな。2回目いきまーす。2セット目いきまーす。レア、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 くそ。出ないぜ、なかなかやっぱり。スーパーでね、ほんま出るんかな、ノーマルガチャから。お、いいね、いいね。進化。たん。たん。たん。てててん。あ、これで1回も SDR 近くなった後か。3セット目いきまーす。てってるてってってってるてっ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 、てれん、よし、いこう。4セット目かな、これで。てってるてってってって、お、いいね、いいね。レア、レア、レア来たぞ。何が出るかな。おー、田中山太郎、ミスター平均値みたいな顔しとるな。お、いいね、いいね。進化、進化、ヤベベッチ進化。この地道なこのやっぱりレベルアップが、お、まさかのSレアチケットゲット。ヤベベッチが進化してSレアチケットになりました。お、タルモトもレベル9。この地道な進化が大事だからな、このパワープロは。はい、というわけでSレアチケットでゲットします。ではではラストいきましょう。5セット目です。Sレアチケットゲットしてもう満足なんですけどね。1つ、でん、お、
いいねチケット、これレアチケットになります。レアチケット、今回もまあチケットね、レアガチャチケットといたしました。はい、というわけで50回連続で引いて、R ガチャチケットとレアガチャチケットと、S レアガチャチケット、1枚ずつゲットして、他もまあその他も全体的にレベルアップしたので結構、満足のいく、結果になりました。まあもちろんスーパーレアは出なかったんですけど、まあまあまああれは都市伝説みたいなもんなので、まあ出たら最高だなというか、出たらラッキーすぎるっていう感じなんですけど、まあ根気よくね、引き続けていきたいと思います。というわけで今回の、ノーマルガチャはこれで終わります。ありがとうございました。